ラベル、子供と魔法は、モーリス・ラベルが作曲した一幕のオペラ。オペラとバレエを融合させた幻想的なオペラ作品で、ラベル自身、ファンタジーリリックと名付けている。また、子供と呪文と表記されることもある。コレット1914年にパリオペラ座の監督に新しく就任したジャック・ルーシェは、 おとぎ話を題材とした童話バレエの台本の作成を作家シドニーガブリエル・クロディン・コレットに持ちかけた。地筆であったコレットは異例の速さで台本を執筆し完成ごその内容に満足したルーシェは幾人かの作曲家の名を候補に挙げた。両者はしばらく目した後ルーシェがラベルではどうでしょうと提案しコレットは その提案に大賛成したと考えられていた。しかし、その後の研究の結果、ルーシェとコレットの手紙から、オペラ化の話は1916年4月以降、デューカス、ストラビンスキー、シュミットに、相次いで断られた挙句、ラベルの元に持ち込まれた。最初からラベルに作曲を依頼したという話は、作り話だったことが判明した。台本が、 ラベルの元に届いたのは1918年のことで、受け取った後の1920年に作曲を承諾するが、思うように作曲は進まず、ラベルはオペラの一場面の作曲を得たところで、バイオリンとチェロのためのソナタを作曲するために一旦中断し、完成まで長い時間を要している。その後は再び始めることに困難を極めたという。 その間、オペラ上演の主導権は、パリオペラ座から、モンテカルロ歌劇場へと移り、歌劇場の支配人、ラウル・ガンズ・ブールがラベルを訪問し、劇場のために、彼の新作のオペラを上演したいと力説した。これは1911年に、モンテカルロ歌劇場で、前作の、スペインの時が上演された際に大成功を収め、その次のオペラ作品に意欲を示していたのである。 ラベルは、その後、数ヶ月間はひたすら作曲に没頭し、送付の上都の期限として1924年の12月31日の時点で作曲を終え、初演までに過労して間に合ったのだった。初演は1925年の3月21日に、モンテカルロ歌劇場で、ビクトル・デ・サバタの指揮、主役の子供役は、マリー・テレーズ・ゴレガにない、演出は、ラウル・ガンズ・ブール。 バレエの場面の振り付けは、当時20歳のジョージ・バランシンの担当によって行われ、大成功を収めた。モンテカルロでの上演後、1926年の2月1日に、パリのオペライコールコミック座で、パリ初演が行われたが、聴衆と批評家の反応は、賛否両論であった。しかし、その後は、各地で上演され、4年後に、プラハ、ライプツヒ、 ウィーンなどで行われている。米国初演は1930年9月19日、サンフランシスコ公会堂にて行われた。出演は、キューマリオ、グルニンガー、ファルンクロート、ピッコラ、指揮はメロラであった。イギリス初演は1958年12月3日、オックスフォード劇場にて、オックスフォード大学オペラクラブによって、ウェストラップの指揮によって行われた。 日本での初演は、1954年4月5日、日比谷公会堂で、渡辺明夫、東京フィルハーモニー交響楽団により、演奏会形式で行われた。ラベル最後の時期で死である、マニュエル・ロザンタールは、子供と魔法は、ラベルの主要作品の一つだが、ラベルの秘密めいた感覚や意見が隠された、心情のトロだとみなせるものだ。このオペラは、 子供時代ばかりでなく、すべての人間に関わる作品だと言えよう。さらに、ラベルの深いところに、優しさが存在しており、優しさこそが、多くの人を感動させる。子供への母親の優しさ、動物は、もちろんのこと、ありとあらゆるものへの優しさこそが人の心を、揺さぶるのではないだろうかと述べている。アンドレ・エレによる、デザイン算数の先生。 1939年上演のためのポールコレンによるスケッチ三観編成、フルートにピッコロ、オーボエにコールアングレー、クラリネットにバスクラリネット、バスーンにコントラ、バスーン、ホルミオン、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、ショーティンパニ、トライアングル、ショータイコ、シンバル、大ダ太鼓、タムタム、フエ、クレセル、ラペアフロマージュ、ウッドブロック、 風男き、アンティークシンバル、ロットスフルート、シロフォン、チェレスタ、ハープ、ピアノ、ゲンゴブ。約45分。舞台は、フランスのノルマンディ地方の田舎の家の一室と、庭静かな短い女装によって幕が上がる。6歳、ないし7歳になる子供は勉強するようにと、母親から言われて、宿題を始めたものの、すぐに飽きてしまい。 宿題なんかしたくない。散歩に行きたい。お菓子を食べてしまいたいと言い出し、不平不満を漏らす。そこに、母親がおやつを持って入ってくるが、宿題が全く進んでいないことに気づいて、子供を叱りつけ、罰として砂糖抜きの紅茶とバターの塗っていないパンを、置いて、反省しなさいと言って出ていく。腹を立て、感触を起こした子供は、僕はとっても意地悪なんだと言って、 ポットやカップを叩き割り、籠の中にいるペットのリスを、ペン先でついたり、オスネコの尻尾を引っ張ったりと八つ当たりを始める。ヒカ希望で暖炉の灰をかき回したり、壁紙を破いたり、大時計の振り子にぶら下がって外し、ノートや本を破って、僕は、意地悪で自由。と叫ぶ。いたずらに飽き、疲れた子供はソファーに座ろうとすると、ソファーが突然動き出し、 子供は驚く。ソファーは、安楽椅子に、ダンスの相手を、どうぞと声をかけ、これで、あの乱暴な子供をやっと追い払いましたと歌いながら、ダンスを踊り始め、他の道具たちもこれに加わり、子供から受けた苦しみを歌う。子供は何が起こったのかわからず、この様子をただ驚きの目で見つめるだけである。続いて、大時計が鳴り出し、もう鳴りやまない。 何時なのかもわからない。あの子に振り子を外されてしまった。と歌いながら歩き始め、子供のためにこの歳でこんななり方をする羽目になった。大時計は自らを嘆く。英語で喋るウェッジウッド製のポットは、ボクサーのようにして、子供を脅し、中国製のカップは尖った指で子供を脅す。僕の綺麗な中国茶碗がと言って呆然とする子供。 そして大切な茶碗を壊したことを後悔する。火が沈み、子供が暖炉に近づくと、いい子には温めてあげるけど、悪い子には、焼き殺すよと火が子供を追いかけ回し、そして灰と戯れる。怖いよと、子供はつぶやくと、今度は羊飼いの男女が、羊や犬を連れて現れ、この意地悪な子が壁紙を破ったおかげで、私たちの愛が引き裂かれたと嘆いて去っていく。 さらに破った本からは、おとぎ話のお姫様が現れ、あの娘だと驚く子供に向かって、昨日あなたが、夢の中で叫んでいたおとぎ話のお姫様よ。あなたのせいで呪いをかけられてしまったと嘆き悲しみ、眠りと夜の世界へと姿を消す。子供は最後を知ろうと破けて散った本からその部分を、探そうとするが、教科書ばかりで見つからない。教科書を踏みつけるとそこから、 小さな老人が現れ、立て続けに、算数の文章問題を出して、尻滅裂に歌い、数字たちも現れて、子供をダンスに誘って引きずり込む。子供は目を回して倒れ、同時に老人と数字たちは姿を消す。月が昇り、人間と同じ大きさの黒猫が出てきて、頭上でじゃれつき、子供が起き上がると、今度は、白猫が出てきて、 発情した二匹の猫はうるさく鳴き始めるものの、愛の二重章を歌い始める。二匹の猫は外に出たので子供は猫を追って、庭に出ていく。月が輝く広い庭に出て安心する子供。だが大きな木に寄りかかると、お前が今日盗んだナイフで、この腹につけた傷だよ、痛くて樹液が血のように流れているとうめく。飛んできたトンボが子供に迫り、恋人を返してというが、 針で壁に刺してしまったため子供は何も言えない。そこに妻を殺されたコウモリが飛んできて、残されたヒナの話をして攻める。カゴから逃げ出したリスはアマガエルに対し早く逃げるよう、促すが、アマガエルは餌が来たら飛びかかり、捕まるが、逃げて、また戻ってくるという。子供はリスに、カゴの方がお前の素ばしっこさ、綺麗な目を見るのに良かった。 そのために仕掛けたものだったのにと話す。多くの動物たちで一杯となったには、子供は動物がそれぞれ仲良くし合っている様子を見て、次第に孤独感に襲われて、ママ、と叫ぶ。すると動物たちや木が子供に向かって一斉に襲いかかる。やがてただの乱闘騒ぎに発展し、一匹のリスが足に怪我をし、叫び声を上げて地面に倒れる。すると、 子供は自分のリボンでリスの傷口を縛って解放し、そのまま疲れて倒れてしまう。この様子を見た動物たちは静まり返り、口々に、彼は傷の手当てをしたと呟き、自分たちでは子供を解放できないと、皆で家の方に子供を連れて行きながら、ママ、と大きな声で叫ぶ。家の中が明るくなり、動物たちは子供を置いて、彼はお利口です。 非常に優しくて、良い子ですと歌いながら去っていく。気がついた子供はそばにいる母親に手を差し伸べて、ママ、と呼ぶ。そのまま静かに幕を閉じる。ありがとうございます。